もバイオメカニクスについてお話をさせていただきたいと思います。で、いくつかの重要なメカニズムがあります。で、ちょっと見ていきますと、まあ、普通にこう座ってる状態から最初にですね必要になるメカニズムは、脊柱のバーチカルエクステンションと言われているメカニズムです。こんなことをやります。手をまっすぐ前にリーチをしてもらいます。で、頭部が膝のところに出るまでリーチをしてもらって、あとちょっとだけ手をキュッと前に引っ張ってあげると今みたいに簡単に立ち上がることができます。あ、ちょっと立ったところでは骨頭は前面角があるんで、これが大腿骨だとするとちょっとこう前を向いてですね、前面角がある分だけこう前を向いてます。で、これ座ると前面角があるんでちょっと極端にやると骨頭こう上向いてるんですね。こうやって立った時には前を向いて、それが座ると前面角がある分だけ骨頭が少し上を向きます。それから次が、リーチ動作からの臀部離床の誘導のハンドリング、または小子宮の関係を教えて、ちょっとやってみようかな。